耗品だってガンガン使うべきってのも基本だよな。つっても蛍光品にもいろいろあんだよな。まあどう使うかは応用ってことで。派手な仕事になるぞ。ついてこい。人機の最大の特徴はプレデターフォームだ。捕食による戦闘効果の測定が今日の仕事だ。俺たちゴッドイーターは人機で荒神を捕食することで身体能力を一時的に上昇させることができる。いわゆるバースト状態ってやつだ。この力を有効に使えば困難な局面を切り開くこともできる。よし、渡りに船だ。荒神を捕食するよ。急ぐ。食わせてもらう。食わせてもらう。人機パーツの強化合成に素材は必需品だが、現地調達が基本だからな。よし、次はバーストアーツを試そう。今日の仕事の本番はここからだ。バーストアーツはバースト状態でのみ繰り出せる戦闘技法だ。人機のオラクル細胞と多重結合できる。俺たちエイジにしか扱えない代物さ。荒神を捕食、バースト状態に移行してバーストアーツを放つ。このサイクルを頭に入れて戦ってみるぞ。いいな。始めるぞ。さすがだな。バーストアーツは使い込むことで磨かれ成長していく。だがそれは人から荒神に近づいたことを意味するらしい。正規品のやつらからしたら俺たちは人にあらずってわけさ。よし、こんなところだろう。バーストアーツにはいろいろな種類があるからな。空いた時間で試してみるといい。始めるか。今回はエンゲージの効果測定だ。俺たちエイジだけが持つ絆の力、エンゲージ。エンゲージを発動するためには条件がある。荒神と交戦中にお互いが一定距離内にいると互いの感応が深まっていく。感応が一定値まで深まればエンゲージ発動だ。ま、とにかくやってみようぜ。
ージ発動だ。行くぞ。一気に決めるぞ。つながる力、何にも持ってねえ俺たちエージに神様がくれた宝物なのかもな。エンゲージは官能現象の一つで、互いの特性が共有される。お互いの強みを重ねられるってことだ。荒神からしたら反則技だよな。その効果が発揮されるのは光線中のみだ。覚えておけよ。で行うのが原則らしい。まあ当然だな。一つの脳で複数の人間の特性を処理するのは負荷オーバーってわけだ。実際どうなるかはやってみないとわからないけどな。何にしてもこのエンゲージは俺たちにとって大事な武器になる。うまく使っていこう。We'll be right back.